2020明治安田生命 J2 リーグ第6節です。栃木 SC 対津江源金沢のゲームをお伝えしていきます。サポーターが観戦できるようになって2試合目の栃木県グリーンスタジアム、栃木はホームでの連戦です。両チームの選手が入場してきます。少し距離は空いてはいますが、お互いに並んでの入場ということになります。栃木の予想フォーメーション、田代が2試合ぶりに戻ってきました。そして中盤の右、山本蓮がプロ初スタメン、榊と韓永定が2試合続けての先発の2トップということになります。アウェーの金沢です。ゴールキーパーが白井、長谷川、石尾、広井、下川、大橋、藤村、久保田、島津、ルカオ、杉浦、恭平の11人です。中盤の久保田が抜けていきました。大橋からルカオ、大丈夫かな、田代が倒れてます、まあ、ルカオの頭が田代の顔に入りました。打点の高いヘディングでしたけどね、はい、まあ、お互いがお互いボールにはプレーしていました。立ち上がりこの左サイドから金沢がチャンスを作っています。田代とルカオ、このマッチアップ、まあ、田代らしいというかのプレーらしい、もう正面からぶつかっていってますよね。そうですね、見てて気持ちいいですね。非常に見応えがあります。瀬川が入れてきた、田代、守備でも奮闘する田代が合わせてきました。いいボールが瀬川から入ってきました。ルカオが奪う、ノーファール、ルカオだ、久保田、わずかに左、積極的に狙ってきました。ルカオが引きつけて久保田のシュート、やっぱ馬力ありますね、ゴール前ね、馬力ありますね、はい、すごく冷静に状況を見ています。さあその下川、山本がつく、仕掛けていく、中3人クロス、フリーだ、決まった、金沢先制、クロスから杉浦恭平、言ってた局面での1対1、まあ、これを、まあ、山本からするとこれを寄せてるっていう認識であれば、まあ、甘いって言いますかね。クロスを上げた下川からすると何のプレッシャーにもなかってなかったと思います。その田代、ちょっと飛ばした、クロスが入って、いいボールが入ってきました。金沢ルカオ、マイボールでした、カウンターだ、逆サイド杉浦恭平、ボールが出た、杉浦恭平、決定的なチャンス、金沢追加点はなりません。ここでよく反らして、まあ、試合もよく反応しました、はい、でここからの折り返しもまたチャンスでしたけど、それを跳ね返した後のルカを、強かったですね。自分で行くっていう選択肢も持ってよかったんですけども、逆サイドのところ味方よく見えていました。瀬川からワンタッチが引っかかります。ルカオと田代、ルカオ強い、久保田のサポートですが、ルカを一人で行く、ルカオ、ルカオ、ルカオ、バーに当たった、いやちょっと違うスポーツの推進力でしたね、今のはチャレンジに行った佐藤が吹っ飛ばされましたからね。そうですね、ノーファールでマイボールにして、そしてシュートまで行ったルカオです。加藤が間で受けようとしています。
西尾が運んで加藤、加藤かわした、加藤だ、おお触った、ここも防ぎます栃木、まあ、その瀬川をかわしてフィニッシュですが、そこで時間がかかった分塩田うまく詰めました、はい、1点ビハインドのホームの栃木です。そうここ出てくる、パッと入った西矢切り返してファーサイドヘディング合わせた、おー秋元のヘディング、いいボールが変わって入ったばかりの西矢から入ってきました。で秋元もすっとディフェンスの背後を取るような逃げる動きでスペース作り、自分のタイミングで飛べましたね。森繋がった、切り返した、森だ、いや浮いてしまいました、まあ、被ったところを非常に冷静にね、押しかけに持っていったんですけれども、最後のフィニッシュのところですね。矢野競り勝ちますが、ここエスクデロ反応はできませんでした。ここでタイムアップの笛、0対1杉浦恭平の今シーズン初ゴールが決勝ゴールになりました。金沢が連敗を2で止めました。